さあ今日はどんな話題を入力していくかな。後半では視聴者からいただいたコメントをもとにそちらを入力してみようかなと。じゃあまずはね、教頭先生の娘を人質に取った話でもしましょうか。さあ晴天のもといきなり物騒な話をしますぞ。今日は早速ですが、教頭の話ですけども、あまりみんな興味がないようですね。教頭の娘ぐらい僕たちも人質に取ったことあるしっていう日常茶飯事なんだろうな。もしかしたら人質に取ったやつが今粛清されたのかもしれないまあ普通ですよね、人質ぐらい。アニメの映画の話とかどうかな。崖の上のポニョの上の右の話とか、ジブリみんな好きだもんな。あ、しとしとぴっちゃん、おはようございます。早速ですが、崖の上のポニョの上の右の話をしたいと思います。おお、夏セーラー間違えちゃったのかな、服あれ今日から衣替えだっけって。別にどっちでもいい期間とかあるけどね、1週間ぐらい。それか冬服汚しちゃったのかやばい某偉い人にやられたのか。世間話とかだとどうなんだろう。短すぎるワードはポイントは低そうだな。ごきげんよう。早速ですが、今朝は世間話をしようと思います。とても重要なので、ありふれた日常こそが最も重要ということか。まあ世間話は長くなるよな。ポン、ポイント低い。話話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 話をしようと思います。おはよう生徒の皆さん、すがすがしい朝にふさわしく今朝は話をするつもりです。そりゃこんだわ。いや重要性はまるでないぞ寝る前に思い出す、寝られなくなるわ。この話をする理由教えてほしい。あでも時間短い。そして微妙に倒れてんな。生存率 100%、 あでも 95% ってなかなか。いやー100か0目指したいね。あからさまにこういうワードはあるかな。生き残れ。おはよう生徒の諸君、もしくはよみがえれ。思い切って今日は全員生存する話をしたいと思います。まあまあ眉毛かかれんぞ。生徒だったんだ犬。学生証持ってんだね。ああ中途半端ダメじゃないですか。このゲームについて聞いてみよう。特定ワードってあるらしいからな。思い切って今日は俺の校長 3D の話をしようと思います。このアプリについて何話すの。この話のポイント、別の意味でもポイントが必要だからな。やはりそんな長い時間このアプリは遊べなかったか。生存率悪いし。うわヘイト、ヘイトじゃない、確かにヘイトもたまるけども生徒減った。こういうワードどうだろう。ペカチュウ、ペカチュウ、ペカチュウな話でもいいけども、まあのだろうな。でものとかなは見た目が変わるだけで、見た目の語呂が良くなるだけで特に必要としないと思うんだ。変わらないと思う。ポイントはあそこ。よく寝れましたか。今日はこのまま寒い中でいろいろ話して永眠してもらおう。パチ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 。
やっぱみんな好きなんだな、ポケットのモンスター。ちなみに海外でポケットモンスターというと、いや、なんでもない。結構生存率はいいけども、中途半端なのはいいんですよ。じゃあイカチュウの話をしようか。なんだっけ、イカチュウって稲中かなんかで出てきたんだっけかな、そのワード。おはよう生徒の皆さん、今世の中ではイカが人気ですけども、それにあやがってイカチュウの話をしたいと思います。あ、喜ばれてる。チュウがこういうパチパチワード加わってんのかな。じゃあニャンチュウとかもいけるのかな。あー、でもやっぱりパチモンじゃねえかってことで、サッカー部しか残らんかったわ。何がいいかなと思って、短すぎるのも良くないと思うんだ。短すぎるのは多分特定のワード、反応するワードがあると思うから、それだと思うんだけども、本日はですね、アルゼンチンバックブリーカーの話をしようと思います。おお、袴女子卒業する。まずはゲージを貯めないと。よしよし、いやー、ダメだな。レア生徒は出たけども、ポイント自体は大したことね。で、多分みんなも気になってるだろうと思うこのワード、ウームじゃダメだったけども、まあウームで一番有名な彼だったらどうなるかな。お、ブンブン、ハロー YouTube、 気になると思いますが、今日はブルシコヒカキンの話をしたいと思います。帰ったら、17時になったら、YouTube を開いて、動画を見るように。長くなりましたが、彼10分以内の動画がほとんどだと思うんだけども、10時間も話したのか。あ、収録は10時間かかると。っていうか、スコア悪いな。まあ、かなり評判の YouTuber の話でしたけど。コレクション。なにこれ、ウームコレクションってこんなにあるの。じゃあ開発ヒカルさんの話だったらどうなんですか。俺ウームの人あんま分かんねえぞ。はじめ社長さんとかそうだっけ。開発ヒカルさんの話をしたいと思います。しかし反応しないと。ポイントも、時間も中途半端だしな。さすが、さすが。やった、 0%。 8人死にました。どうだ、多分反応するんじゃないのかな。雑コラじゃねえか。なん、あの頸椎が捻転してますよこれさ、俺編集で入れてないからね。このゲームの雑コラだからね。でもってポイントがいまいちだったりすると、じゃあな。お、ホモに人気なんですかね、男子がこれだけ残ってるってことは。これよく見ると再生ボタンあるじゃないですか。これタップするとね、この人のページに行くっていうね、まあなんといやらしい。絶対押さない。音楽変えられるね。和やか。これでやってみっか。で、こっからはですね、視聴者からコメントでいただいたものを、その話題をもとに入れていこうかなと。アフリカツメガエルの環境問題。イチゴヤドクガエルの話とかでもよかったんだけどな。おはようございます。生物の先生に代わって私がお話します。レア演出とかいなそうだな。これだったらスキップしちゃってもいいかな。あれ、スキップ押せてない。スキップ押すともうリザルトがすぐに出る感じかな。いまいち。
うわ、しかも減ってるし。まあこういうスタンダードな話題でいいんじゃないかな。ちゃんと生徒は興味あるかな。 Good morning。 かぶれやがって、グローバルかぶれしやがって。さあどうなる。おお、夏セーラー。なるほど。でここでスキップすると、あ、そんな、なんだろう、過剰なスキップではないんだね。これも正直どっちつかずですな。あ、でも増えたからよかった。黄金玉の貴重な産卵シーン、よっしゃー、ギリギリ入ったぜの話だね。おはよう生徒の皆さん。どうしても話しておきたくて、今日は黄金玉の貴重な産卵シーン、黄金玉の貴重な産卵シーン。おっさん生徒なんだ。時間はさほどでもないな。おっさん生き残ってるか。あ、生き残ってる、ちゃんと。よしよし。うわー、いまいちだな。でも生徒増えろ増えろ。増えません。初音ミクの貴重な産卵シーン。初音ミクが特定ワードらしいけど、ここまでひどくしちゃうとダメなのか。初音ミクっていうワードだけでいいかなそりゃびっくりするわ。へえ、エロ絵とか薄い本とかはたくさんあったけど、さすがに産卵シーンは11時間後、39時間後とかにしてほしいよね。39ポイントでも 39% でもない。じゃあもうシンプルにいきますよ。どうなる。おはよう生徒の皆さん早速ですが、本日は初音ミクの話をしたいと思いますツインテール校長しかし生徒同時ず、もうセーラー服おじさん並みに見慣れてんだろうな。あ、でも脳殺されてる。いえこれこそ39にまつわるポイントが何かくださいよ。ジョジョも特定ワードとしてあるらしいけども、ジョジョだけの方がいいかな。ごご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 ご、おはよう生徒の皆さん、早速ですが朝礼は試練だジョジョ立ちをして、やったー、ゴゴ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 これは朝礼これで二人しか残ってないじゃないか。これは荒木先生に失礼このポイントは。ナルトとかワンピースとか入れても出そうだな。ナルトが、おお、でももうちょっと、本日はナルトの話をするんだってばよ。じゃあこれ忍者って入れてもいいのかな。だったら IA とかそっち系のワードでも、あれが忍者として扱われるかどうかは別としてだな。ニンニン、お、忍びは生き残った。ワンピどうだろう。海賊校長とか出るかな。あれ、うわー、ありったけな校長になると思ったんだけど。ワンピースの話演出あった。え、でもそれだけなんだ。ドン、これ遊戯王って入れたらカタカナのドンになったりするかな。ワンピースだから111ワンと、いやー、人つなげないこれおー、でもさすが人気漫画。滑らない話、なんかさ、何々のとか何々話は作りやすいけど、何々の話ってまあ作れるだろうけども、なんか俺が
作る言葉が何うまくアジャストしないな、滑らない話をしたいと思います。お、レアセイド出た。いやー、私の動脈がですね常に切れておりまして。大丈夫かな、出血量。ないわ。悪くないんだけどないわ。ここら辺の話題とか関連するクリスマスの話で、もしかしたらサンタさんとか出んのかな。おお、やった、ジングル、ジングルでベルナー、ジングル。あそこもヒントになってるんだね。でも 100% 取れるのとか超高得点とかのはまた別の話題なんだろうな。おお、いい時間、これで生徒が結構生き残ってれば。お、これ結構いい得点なんじゃないの。ハイスコアかもしれん。 99%。 あー、でもハイスコアではない。なるほどなるほど、次は 100% 目指したいね。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃー。